エフェクトも違う、背景も違うな、背景も違う、そう、場所も違う、これだから楽しみ増えた。ありがとうございます。よ、22ブルだ、ポテです。土持ちです。お願いします。あ、いい、お願いします。気持ちいいね、こっちの方が気持ちいい。今までダラダラしてた、アンニョハセヨーとかいらないから、ありがとうございます。よ、22ブルだっていいから、ここで行こうよ。ということで、ディーザーリオちゃん編、これデイカピクチャーですね、これは。はい。え、てか、じゃあ何、何何ポッピンシェンキンのティーザーもいずれ出るってことさあ。で、これ、ポッピンシェンキンも出てっからな、MV、半分ぐらい。え、あれ全然違うよ。確かに。MV じゃない。MV じゃない。あれはもうタイアップのあれだから。そうだな。そうそうそう。そんなとコカ・コーラも出てきちゃうから。そうやな。うん。これね、あのティーザー今、おとといから出てますんですけども、はい、昨日からかな。はい。これ20日にまこちゃん、はい、21日にりおちゃん、はい、22日にまやちゃん、はい、でガガガっていくと26日にりまちゃんなんですよ、はい、はいはいはい、りまちゃん、それがどうしたんですか。3月26日誕生日です。おめでとう。これね、すべて計算されてます。おめでとう。これはもう20を作る時から計算されてます。これは9人で上から何番目がりまちゃんで、で20日をその記念日にすると、要は20っていう名前にすれば20日が記念日になる。で、そこからこうやっていけば3月26日にリマちゃんの誕生日になる。ここまでが全て計算されてます。いく、フリーメイソンによって。これもフリーメイソンです、これは本当に。いく、暗躍してますね、これは。いく、すごい、これは本当にすごい。でも冗談ですけど、今の全部そうやな。でもすごい、粋な計らい、うん、俺感激したもん、本当に。これが伝えたいなと思って、はい、この感動を、はい、誕生日に合わせてくる、すごい。でしかもこれ3月26日、これリマちゃんの誕生日、はい、終わっても、これ4月4日、はい、まこちゃんの誕生日、はい、そして、まあ、4月7日に、まあそのね、リリースされて、はい、新曲ポッピーシャキテイクアイピクチャーがリリースされて、その次の日4月8日にもまやちゃんの誕生日、はい、ドトール、どうやな、ドトール、コーヒー豆、なんでや、何、何それ、もう誰の頭が取り乗せや、お前。何？誰の頭が取り乗せや、お前。すぐ言うから。いいよ、早速リオちゃんのティーザー見ていきましょう。でもその見ていく前に、はい、ポテ君、髪型似合ってるよ、取り乗せじゃないよって思う方、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ダッサダッサ、それで促すのねえ、これ、うん、もっともっと光るよ。はい、これね、これ20低価ピクチャー MV ソロティーザーリオちゃん編ということで、で、これね、もう見ちゃうよ、いきなり。はい、はい、カー、うわカーだわ。いいよ、あ、いい、いい、これいい、これいい、好き、好き、あー、なるほどね、それもいい、うん、うわ、これさ、え、はい、とてもいい、あ、目玉焼き、おい、これね、まこちゃんの時さ、オレンジだったじゃん、はい、でも、あのテイカーピクチャーポッピンシェイキンでさ、なんだっけ、通常版のやつも見て分かる通り、はい、あのオレンジが主の色なんですよ。はいはい、分かります。だからその色なのかなと思ったら、ちゃんと目分からん、目分からん、やがこれちょっとじゃあ詳しく見ていくか、うん、ちょっと今録画したやつ見ながら、いや、もう一回ね、ちょっと止めながら見ていっていい？返事して。はいはい、すいません。なんか悪いみたいになっちゃうから。はい、これかわいい。え、このリオちゃんちょっと幼みない、あやかみあるよね、てか、まあ確かにね、言われてみればね、幼い、なんか最年長なのに、違う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 、最年長ランクなのに、ランクね、うんうん、わかるよね、これ、うんうん、わかるわかる、これめっちゃいいね、いい、鳥とかかわいいし、これ絵とか誰が描いてんだろうね、これは別にいいんかな、白いってね、なんかめっちゃ、何が、肌白いね、まあ、光もあるとは思うけども、うん、それを抜いてもってこと、光で、あ、光で、うん、あ、なんか卵みたいじゃない、これかわいい、卵好き、あ、てか待って、衣装見て、何、卵や、黄身と白身、そう、ほんとだ、うーわ、やられた、これやられたよ、ほんとだ、これやばいね、次行くか、ほんとだ、ピシャーン、うわ、かわいい、これこれいい、あ、ユニコーンね、なんかあれだね、てか、その、ちょっと、あの、いい？言って。うん。あ、何でした？エフェクト違うんやな、全部って。そう。正直、同じだと思わなかった、まこちゃんとかと。確かに。全部同じかなと思ったから、エフェクトも違う。背景も違うな。背景も違う、そう、場所も違う。これだから、楽しみ増えた。確かに。
1つ2つ3つ4つ増えてる。これこれいいね、これマジでいい。あ、なんえオーバーオール着てるこれぽいな、かわいい。そういうデザインかもね。うわ、どうなんだろう、ちょっと動き見ながら見ていくか。じゃあこれ好き、俺つば飛んだぐらい好き。なんだこれは、オーバーオールではないよ。これなんだこれは、タオルかけてる。ベストやな、ベストやな。 T シャツの上にベスト着てるやな、ニットベストみたいな。 T シャツの上にベスト着てるんやな。じゃあうんうん、いったな。ごめんごめんごめん。これでもこれニコちゃんマークじゃないかな、これって。そうでしょ、そうだよね、うん、これ全貌見たいね。え、だからマークが緑だったじゃん。うん、これめっちゃカラフルなんじゃない、そっちで来る。これめなんかあのコカ・コーラのイメージあった、ちょっとなんかスタイリッシュなイメージあったじゃん。うん、これでもめっちゃポップでカラフルな気がする。そっちで来るのね。フィッツに近いのかな、感じ雰囲気で言ったら。オッケーオッケーオッケーってやめて。そっちで準備整えておこう。あ、確かにね、心の心をね変えとけなきゃいけない。うん、フィッツに近い。でもフィッツは原色に近いんか。なるとどうなるんだろうな。デザイナーぶんなや、色詳しくねえのに。別にパステルっぽいから、こっちはパステルと原色しか知らんやろ、区別。ビビットカラーも知ってます。オッケー、次行こう。次がこれ、ラブ。これかわいい、これルナハートってやつよね、確か、うん、このハートも見て、なんかドーナツみたいになってる。チュロチュルな、あれみたいになってるよね。かわいいわ。え、でもなんかごめんなさい、かわいいしか言ってないよね。いやでもまあそれ以外ないんじゃね、別に。かわいい、うん、だって。じゃ今回ちょっとリオちゃんは幼みのあるかわいさ、あ、だからなんか大人っぽさというわけではない。せやねん、かわいい、美人よりかわいい。せやねん、綺麗よりかわいい。せやねん。だからなんかこの、うん、このなんだっけ、フィッツの時のさ、リオちゃんもかわいいんだけど、これはなんかイケイケガールかわいい。確かに確かに、わかる。これイケイケガールがちょっとこれ見えないと思うんですけども、純粋な、これはもうただただかわいいみたいな。そう、わかんないけど、でもよくなんか、うん、伝わってほしい。伝わる、伝わるよね、うん、で、これラスト、これまだある。あ、ありがとうございます。まだあって、うわ、ハートがちゃんと。雨降ってる。でもえ、雨降っちゃってんの。雨降ってます、これ。雨なのか、星が出てる。雨なのに。いいんじゃない、そこそんな言及しなくて。うん、言うことがそこしかなかった。いや、お前ウィンクしてらっしゃるぞ、お前。かわいい、ウィンクしていただいてます、リオちゃんに。え、俺この子とさ、見ぐり喋ったと思えない。ザ、なんかごめんけど、なんかマウント取ってきてます。この子と喋ったん。マウント取ってきてますよ、なんかポテくんって言われた。あ、くんじゃない、呼び捨てされたんだ。ポテって言われたんだ。袋叩きにしましょう。リオ、やめろよお前。お前だよ。俺もやめて、普通に。お前だろ。危な。え、マジで可愛いわ。ずっと見てたい。ずっと見てて。好きだよ好きだよ、好き好き好きピーダンデレ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 。好きだよ好きだよ、好き好き好きピーダンデレ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 。若い子 TikTok 見てるから。マジでわかんない。若い子には伝わってるはずなんだよ。こういうの入れていかないと、やっぱり。マジでわかんなかった。やめて。若い子のためにこういうの入れていかないとダメなんだよ。普通にやめて。最後あるかな。うわ、まだある。めっちゃありがたい。しかもこの顔めっちゃ好き。もう目玉焼きや。目玉焼き。そう、え、あ、このリオの文字もメンバーからってこと。うーわ、やられたわ。かまされてる。そういうことやな。かまされてます、それは。え、音符の色もメンバーからってこと。うん、かまされてます、それは。そういうことやな。そうで、これ、うん、メンバーカラー、これあれ水色でしょ、うん、で、これ水色って黄色とめちゃめちゃ合うんだよね。だからでもこういう配色してるのかなって思う。この黄色にさ、これこの線もさ、紫とさ、これ水色でしょ、これ黄色にめちゃめちゃやね。そのあの色相感的にもこうやっぱこう反対側にある色に近いから、やっぱり合う。デザイナーぶんなや。だからデザイナーぶって美術の授業で習うこと言うなや。中学の美術の授業レベルのこと言うなや。ごめんなさい、ごめんなさい、デザイナーぶって。ごめんなさい、ごめんなさい、それはごめんなさい、うん、その通りです、全く思って、うん、はい、すいません。次いきますね。撮影もないかな。あー、かわいい、これね、いい色って感じですねー、これ。はい、めっちゃいい。よかった。こんな短い動画なのにこんなに楽しめる。ワクワクできるしね、一日中。その通り。12時になって、あ、来ないかなって。来るもんね、時間も、うん、これありがたい、本当に。で、次まやちゃんでしょ。はい、
絶叫するよ。やめて。それは絶叫する。もう退去しちゃうかもしれない。退去はさせられちゃうかもしれない。やめて。4月2日ぐらいに退去させられちゃうかもしれない。じゃあ退去するな。自分から。うん。この家ももう終わりか。いいか、その話興味ないから。その話いいぞ。うん。うん。ということで次、まやちゃんね、明日の0時00分に寝てるってことで、これも楽しみに待ちましょう。はい。で、リオちゃんがもう可愛い。可愛いです。可愛い。ごめんなさい。ごめんなさい。すみません。可愛いです。すみません。ということでね、ぜひこのチャンネル登録もしてもらえるとね、このただの22歳男性が可愛い可愛いって動画が見れるので、ぜひ登録お願いします。ということで、お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。